騎士ならば。何よ、私は悪魔を追わなくちゃいけないんだからどっか行ってよ。やだやだ、聞きたくない。兄弟なんて知らない。やだやだ、もう。はあ、仕方ありません。ここはこのエリート天使である私にお任せください。ダダッコさんはドキドキフィールドの力で強引に黙らせてしまいましょう。暴力ではありません。これは天使の力、愛の御業です。つべこべ言わずに覚悟をお決めください。では行きますよ。ドキドキフィールド展開。何、何、何なの。な、何、何なのこれ。安心してください。フェロモンショットは愛の弾丸、程よい刺激で好感度アップです。な、もう何するのよ。何なの？砲台から異様なオーラを感じるわ。これは誤算でした。まさか忍様がガーディアンを宿していたなんて。強い意志の力の化身、拒絶の意志、心の壁が具現化したものです。砲台、説明して。これは一体どういうこと？やだ、ハレッチ、背徳者！何のスイッチが入っちゃったんですか？砲台がおかしい。これってもしかして悪魔の仕業？違います。何言ってるの。天使様がこんな意味不明なことするわけないじゃない。操られているのかも。すごいよ。だから私が手伝ってって言った時も様子がおかしかったのね。ピヨっちゃっただけですもんね。こうしちゃいられない。あの悪魔、一刻も早く魔界へ送り返さなきゃ。いい？砲台、あなたのことは私が助ける。悪魔なんかに負けちゃダメなんだから。よりにもよってなかなか面倒くさい方を選ばれましたね。